中村俊輔や本田圭佑を超える天才ストライカーが消えた。サッカー界を揺るがす事件の真相がヤバすぎる。元日本代表の中村俊輔さんや本田圭佑さんを超えると言われた選手が過去にいたことはご存知でしょうか。しかしとある事件がきっかけでその選手は現役を引退しました。その事件とは一体何だったのでしょうか。そして消えた天才とは誰なのでしょうか。川島英二が絶賛した消えた天才とは、サッカー界では幼い頃から周りの子供たちとは別格の輝きを放ち、天才と称される選手がたびたび現れます。日本代表として2022年のカタールワールドカップまで4大会連続でメンバー入りしたゴールキーパー川島英二が衝撃を受けたのが、セレッソ大阪などでプレーした越智隼俊でした。越智氏は1982年に生まれ、埼玉県上尾市の出身。小さい頃からテクニックは抜群で攻撃的なレフティーでした。左足からのパス、シュート、創造的なプレーが持ち味で、トップ下で攻撃のタクトを振るっていました。越智氏と川島は同学年、埼玉県選抜で共にプレーすることになりました。その時の越智氏のうまさの衝撃度を川島は後にこう表現しています。中村俊輔や本田圭佑以上だった。日本代表で一緒にプレーした左利きの名手たちよりも、中学生の時に越智氏から受けたインパクトの方が上だったというのです。越智氏はボリビア遠征で活躍し、新聞に取り上げられたこともあります。日本代表となる選手が認めるほどの実力がありながら、なぜプロでは活躍できなかったのでしょうか。とある事件がきっかけで横浜フリューゲルスのユースに加入しプロを目指しました。ところがフリューゲルスが経営難で1998年度のシーズンを最後にクラブが消滅してしまいます。横浜マリノスに吸収合併される形となりました。ユースに所属していた越智氏もマリノスに移籍します。マリノスに所属が変わるとポジションもトップ下から左サイドバックへと変わってしまったのです。チームの攻撃の中心としてプレーしていたトップ下からディフェンダーとして守備をこなしながらサイドのアップダウンを繰り返す地味ともいえるポジションに移ることになりました。現代サッカーではボールをしっかりコントロールできてキープ力やゲームメイク力がある選手がサイドバックを担うケースは多くあります。代表的なのはマンチェスターシティでグアルディオラ監督がウクライナ代表のジンチェンコを左サイドバックに起用したことです。代表ではトップ下やインサイドハーフのジンチェンコをサイドバックから内側に入ってプレーさせる偽サイドバックの戦術を取りました。しかし越智氏がコンバートされた当時は偽サイドバックなどという言葉は存在しません。越智氏は左利きでクロスを上げられるマリノスに絶対的なトップ下がいたなどの理由で左サイドバックにコンバートされたと思われます。自分のやりたかったポジションでサッカーをやれず不満を抱えたまま左サイドバックを続けてはいましたが、結果を残せずマリノスのトップチームには昇格できませんでした。しかしセレッソからのオファーを受けてプロに挑戦します。ところが入団するとプロとの実力差に愕然としたといいます。プロは大変なところだというのは最初から感じた。セレッソに入ったら大久保嘉人みたいな選手が同期にいて持っているものが違うというのが分かってしまった。それでも1年目でプロデビューを果たし5試合に出場します。しかし2年目は1試合も出場できずに契約満了。モンテディオ山形に移籍して J2 で戦いますが、ここでも2年間で出場はわずか2試合、4年間で7試合に出場しただけで越智氏は引退を決意しました。自分の限界を自分で決めちゃったのかもしれないけど、 J リーグの中での自分の能力を俯瞰で見たら早めにと判断したといいます。解説や指導者の道へ。引退したもののセカンドキャリアは決まっていません。故郷の埼玉に戻ることも選びませんでした。中学生の頃は新聞に載るような名の知れた存在。プロに入って何も結果を残せずに地元に帰るのは自身のプライドが許さなかったといいます。山形に残り酒屋で店員として働き始めます。店番や配達、できることは何でもやりました。モンテディオのサポーターには顔バレをして声をかけられることもあったそうです。半年ほど酒屋で働いていた時に転機が訪れます。山形のコミュニティ FM で番組のオファーがあったのです。サッカー番組ではなく山形県内の情報を紹介する2時間半の番組。元モンテディオの選手という肩書きに目をつけられパーソナリティを務めることになりました。県内各地に取材に出かけ話題の人たちにインタビューをする。全くの未経験でしたが、
2005年から10年以上続けました。こうした活動をして喋る力を身につけていくと、2007年からはスカパーのサッカー解説を務めるようになります。2010年からはフットサルコートとスクールの運営を任されるようになりました。これをきっかけに越智はチームを立ち上げます。小中学生を指導する SFC ジェラーレの代表を担い、現在は清水エスパルスでプレーする神谷雄太が一時期通っていました。早くにサッカー選手の道は引退してしまった越智ですが、解説者や指導者としてプロを育てることだけでなく、人生で長くサッカーを楽しめる人材を育てることに重点を置いています。自分は途中でサッカーに疲れちゃった時期があるけれど、サッカーは本当に楽しいし一生できるスポーツ、どんな関わり方でもいいからずっとサッカーに関わってくれる人間を育成したいというのがジェラーレの一番の方針です。こう話す越智氏の理念に川島も共感を持っています。テレビ番組で20年以上の時を経て再会した後に、川島は自身のインスタグラムでこう発信しました。どんなにサッカーを愛していても、サッカー選手でいられるのは限られた時間。サッカーで成功することだけでなく、サッカーを通して豊かな人生を築いていけることが本当の意味での成功だと思う。これからもお互い頑張ろう。どんな天才プレイヤーにも引退は訪れます。引退してからの人生の方が長いです。越智はトップ下から左サイドバックにコンバートされて道が変わり、プロでも芽が出ませんでした。それでも引退後にサッカーと関わり続ける道を見つけました。これから日本を代表するような選手を育ててほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。